天気でございます。ということでね、ついに出ましたよ、第5弾、セブンイレブンビール。ということで、いきなり飲んじゃいます。今日のビールはこちら、上村の佐藤さんのホップ畑からでございます。結構ね、このシリーズ好きなの。なんかいいじゃない、こう生産者さんの顔が出てて、なんかみんないい人っぽいんだよね。大体いい人に見えちゃうっていう、まあ騙されやすい、私の騙されやすい人の典型ってやつね。みんないい人に見えちゃうのね。ということで、本日はこれを飲みます。北海道はね、ものすごいしょっちゅう来てんだけど、富良野は行ったことがない。多分意外とね、遠いんだよ札幌から。爽やか、一言で言うなら爽やか。爽やかなビールはゲップも爽やかなんだよね。うまい、すごいホップを感じるような気がする。適当なこと言いやがって。またでも、このセブンイレブンビール、これは外れたことはない気がするんですが、大概美味しいよね。その前何さんだっけな、忘れちゃったけど、みんなね良さそうな人だし、この人ね、佐藤秀幸さん、すっきりした苦みが味わえる金色に輝く畑で育った日本伝統のホップから先発種だって。ゴールデンスターを栽培、日本で唯一って書いてるけど、なんかこの間の人も日本で唯一何かを栽培してた気がするね。ダメだな、ちょっとね、今日はね疲労が溜まってる。在宅ワークがもうずっと続いてるんだけど、在宅ワークはね、会社に行かないだけ楽だと思うでしょ。それは楽なの。でもね、会社にいるよりもね、長く座ってるね。会社にいると、ちょっとコンビニ行ってこようかなとか、ちょっとなんか何トイレ行ってこようかなとか、もう一回トイレ行こうかなとか、もうこう1時間に1回ぐらい動いてんだけど、下手したらね、家で仕事してると、本当ね、昼ともう1回ぐらいしか立たないんじゃないかっていう、ずっとなんかこうへばりついてるっていうか、健康に良くないね。健康に良くないかな。仕事前、あと昼休み、仕事終わってからと、頑張ってね、ウォーキングとかしてるんだけど、それでもまだ9417歩、1万歩にはほど遠い、ほど遠くもないが、あと500歩だな。まあちょっと、もうあと、近所一走りして、また、なんとか今日も1万歩、頑張るよ。この運動量じゃね、ビール1本しか飲めないもんね、カロリー的に。じゃあ、これは、わらび、発音わかんないけど、わらびってやつね。
言うてんの。広いお庭で飲んでますよ。いつもはうちのね狭いお庭なんだけど、今日はちょっと広め。安心して飲めるね。苦いけどさらっとしてて本当おいしい。またそこへ会いましょうね。 See you. Bye.